ドアが開かないのは洗い、すすぎ、脱水、乾燥の運転中でドアがロックされているとき、運転中に電源を切りにしたときなどが原因です。洗い、すすぎ、脱水、乾燥の運転中は安全のため運転が終了するまでドアがロックされています。このとき表示部にロックマークが点灯します。洗い、すすぎ、脱水運転中は一時停止ボタンを押し、ロックマークが消灯すればドアが開けられます。ドアを開けた時にドアに付着した泡や水が流れ落ちることがありますので、タオルなどで受けてください。乾燥運転中は一時停止ボタンを押せばドアを開けられますが、ドラム内部が高温の時は冷却運転が終了するまでドアは開きません。冷却運転はドラム内部の温度により15分程度かかる場合があります。ロックマークと高温が消灯すれば開けられます。運転中に電源を切ってしまうとドアがロックされたままになり、ドアは開けられません。ドアを開けたいときは電源入りボタンを押してください。ドアを開けることができます。乾燥運転中に電源を切り、再び電源を入れ直したときは表示部にロックマークの点灯と高温表示が点滅し、ドアを開けられないことがあります。表示が消灯してからドアを開けてください。